こん今日は遅刻を遅刻に文句を言ってはいけないというのの確認でね、えー、オーストラリアアマゾン、まあ、あるいはね人によってアメリカーアマゾンとオーストラリアアマゾンやってますけど、まあ、日本の感覚でね、えー、質問したり文句を言ったりするとまずいことになることが多いというのはね、えー、折に触れ言ってるんですけどまあこれ世界の常識から考えると 日本人は細かいと。細かい。まあ、細かすぎる。クレーマーかというようなね、ふ、え、う、ー、に受け取られますで。質問してはいけない事項もあると。でその感覚が日本人の感覚とオーストラリア人、あるいはアメリカ人の感覚、かなり乖離があるんでね、えー、気をつけないといけない。まあ、これ聞いて当たり前だろうと思ってね、Amazon、えー、に質問しちゃうとか、購入者に連絡しちゃうとかいうのはね、 あの思ってる以上に危ないんで、連絡とか質問する際は事前に相談してくださいで。私のサポートでは問題によって3つの対応をしています。まず、必ず質問すべき事項。ね、もうこ,れもうこれはもう聞かなきゃしょうがないと。解決しなきゃしょうがないと。ね、解決すると、質問すればね。いうのは、まあ、当然必ず質問すべき事項。そして2つ目、ケースバイケース。ね まあどんなデメリットがあってどんなメリットがあるか、ね、そのケースによってまあ判断を変えるケースそれから3つ目もう質問しても何の解決もしないと質問するだけしょうがないと無駄、ね、で質問することがリスクにしかならないこの、ね、3番のケースを結局質問すれば何とかなるとか、ね、まともな回答が返ってくるんじゃないかなというので質問しちゃうケースが多いんですけどこれね危険です。 なぜかというと、アマゾンに手間をかけるっていうのは、アマゾンから見たら、迷惑な売り主だというふうに見られます。で、日本アマゾンだけは、ね、質問が返ってきたら返事するとか、まあ、そういう細かいことを聞くのも、日本だと当たり前だということでね、分かって対応する場合が多いんで、特に日本アマゾンやってた人は危険です。日本でいつも普通に聞いてたからね、ついオーストラリアでも聞いちゃう。これやるとね、あの、オーストラリアいくら出品しちゃって 足りないって言ってもう、うるさい出品者はいらないんで、退場させられかねないということなんでね、あの、アマゾンに連絡する前、アマゾンから、あるいは購入者から連絡があった際ね、常識で判断せず、日本人の常識世界とかけ離れてるんで、日本の常識でやり取りすると、大体間違えてます。重要なことは間違えてる。やっちゃいけない街が犯しがちなんで、ここは、ね、あの、慎重に、事前に質問する前に相談してください。で、 ある程度具体的にこの1番、2番、3番、どういうケースが該当するのか、まあ、どういう考えでね、えー、やり取りしてるのか、まあ、それはまたパスワードかけた記事の方でご紹介しますけど、もう、これ、ごっちゃにしちゃったりしてね、これぐらい当たり前だと思ったり、ごっちゃにしちゃったりすると、損をしちゃったり、あるいはね、やっちゃいけないことやっちゃったりする部分なんで、まあ、従々注意して取り組んでください。また、 どんなケースが質問すべき事項なのか、質問しちゃいけないのか、ね、具体では、えー、パスワード記事の方で会員限定でお届けします。世界の常識、ね、日本の非常識、日本人細かい、ね、何しろ70億人も、ね、人口いる中の1億人ぐらいは、ね、他の69億人が気にもしないことを細かく気にしたり、ね、聞いてもしょうがないことを聞いてますんで、それは日本だけで住んでると自覚ないんでしょうがないんですけど、何しろ結構。 危ないことやってますんで、気をつけてください。以上、アマズイサポーター堀秀夫でした。